どうも、野球ばかりのひなです。ということで、後半戦、始まりましたよ。待ちに待った後半戦ね。えー、まあオリンピックの期間があって、で、ちょっとプレイヤ球はね、エキシビジョンマッチっていう形で、まあ、練習試合みたいな形でね、行われていたんですけど、やっと公式戦、今日、8月13日からスタートしました。僕の誕生日です。はい。ありがとうございます。 で、いきなり初戦ね、阪神、もう宿敵阪神ですよ。今1位を下走ってる阪神。しかも相手は日選手。宿敵中の宿敵。もう日選手と秋山選手はね、カープの敵ですよ。天敵なんでね。だけど、その日選手に打ち勝ちました。もう素晴らしい。今日の試合はね、後半戦、希望を与えるようなそんな試合でしたよ。まず初回。 え小園選手のタイムリー、そして坂倉選手のショートゴロの中に行って、さらに松山選手の2点タイムリーで、あの西選手、あの西選手から4点を奪うことに成功します。いい。後半戦のカープは違うぞっていうところをね、見せつけられましたね。まあなんといっても7番に松山選手、そして8番に龍馬選手がいるというね、カープ打線。 これは後半戦一泡吹かせるんじゃないかなと思います。で、さらに中盤に入って、そこでのまのま選手のホームランライトスタンドへのソロホームランですよまあ、西選手のちょっとね、ゆるいボールをね、まあ、泳いだんですけど、うんまあ、バットが触れてんのかな入っちゃったよね、ライトスタンド、京セラドームの。 うんあまあ、野間選手はエキ,シエキシビジョンマッチでも、ね、とっても好調で打率も5割ぐらい、ね、残してて今日も一番器用だったんですけどその器用が見事にハマりましたね、えー、これでまあ5対0ってなるんですけどその後裏にすぐ大山選手にソロホームラン打たれて5対1うん、まあ、この辺りは、ね、まだ試合わ分からないぞと4点差なんでね、えー、そういう感じだったんですけど また中盤にね、ワンアウトから、大瀬良選手が粘って粘ってフォアボールを選ぶんですよ。はい、フォアボールを選んで、そこから、また野間選手の佐藤へのね、ゴロこれを大山選手が冒頭して、これで二三塁から菊池選手のね、先体の犠牲フライ。これで6対1と、あの1点が大きかったね、えー。あの中盤の中押しで6対1。もうこれで完全試合は決まったなと思いました。 はい、その通りでね、えー、大瀬良選手も結局7回を投げて1失点、これで4勝目。うんまあ、大瀬良選手は前半戦、怪我でね、離脱してたりと、あんまりね、えー、エースとしての成績っていうのは残せていなかったんですけど、今日本当に素晴らしいピッチングを見せてくれたんでね、後半戦も期待です。 で、9回にもさらにね、カーパー3得点奪って、まあ、9対1とするんですけど、その9回裏に出てきたね、あフランスワ選手、フランスワ選手がワンアウトも取れずに降板というね、うん、まず先頭その次とね、フォアボール与えて、まあ、この時点でうーって感じだったんですけど、そこからタイムリーでね、うんまあフランスワ選手も調整、今年もね、怪我から入って、 で、調整っていう形でね、投げてたんですけどね、多分、この9対1っていう中での登板だったんで、ちょっと不安が残るなと思いました。まあ、何がと思われね、阪神に初戦奪うことができたんで、後半戦とってもいいスタートを切れたんじゃないかなと思います。うん、まあ、未だに3位とは10ゲーム近くね、差あるんですけど、全然 A クラス入りそして優勝、諦めてないんでね、<laughs> 頑張ってほしいなと思います。 絶対がストアップはい、ということでね、えー、今回はこれで、やっぱりやけていいもんだバイバーイ